ついに音声広告関連音声メディア関連ニュースまとめ2022年6月第1週をお届けします。ついに音声広告の汎用的なプラットフォームが登場。音声広告の大手オトナルが音声アプリ向けに広告サーバーをリリースしました。ラジオトークやスタンド FM などで広告が配信される未来が来るのでしょうかまたサイバーエンチェントのアワがライブ配信を一般向けにも開放。それでは早速学んでいきましょう。 おはようございます。フリーでマーケターをしながらクリエイター活動しています、かぐわです。この番組ではクリエイターやインフルエンサーに向けて役立つ情報を毎日配信しています。ぜひ登録フォローよろしくお願いします。はい、それでは早速ですね、音声メディア関連のニュースまとめ、早速戦略テック関連行きましょう。はい、今週のまずホットトピックはですね、サイバーエージェントのアワがついに え、音声ライブ配信機能ね、今まで一部のユーザーや一部のアーティストに開放していたものをついに一般にも開放したと。これ結構大きなニュースなので各所で報じられていました。で、しかもですね、最初からその収益化、投げ銭機能もですね、解放されるということなんですよ。まあ、音楽サブスクの一大プラットフォームとして、もう元ともとね、認知がされているアワですから、まあ、ここに え、ライブ、ここでライブ配信をするというのは結構音楽、音楽としての、のアーティストとしてのブランディングとしても結構興味深いプラットフォームになるんではないでしょうか。ちょっと今後に注目です。え、それからオトバンクさんが結構ね、いろんな展開してるんですよね。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、マルゼン等を提携して全国の大学図書館にオーディオブックの販売を開始とか、それから、えっ、ー、と、家電の小島。 小島とコラボしてキャンペーンをしたり、ドコモショップとキャンペーンをしたりと。いやー、だからなんか新しい人が入ったんではないかというぐらい、なんかキャンペーンに構成をかけてるんですよね。えー、ボイシーが7人制ラグビーの実況解説を生放送と。うん、ボイシーもね、ついにスポーツ関連、いよいよ、こう、ラジオ的なところ行くんでしょうかね。えー、それから、えっ、ー、と、ソースネクストの、えー 文字起こしが自動的にできるボイスレコーダーがあるんですが、それのテキスト化するオンラインサービスを無料、期間限定で無料提供するという話です。それからあと、あの、ちょっと気づいてなかったんですが、ラジオトーク。ラジオトークが2020、 20年11月まで運込みという、えー、名前で運営していた公式のね、番組があるんですが、それ実はモアトークって名前が変わってたんですね。で、最近はもう毎週かな、えー、運営していっていますので、ぜひ皆さん知らなかった方がいたら、ぜひ聞いてみてください。で、あとスタンド FM が、えー、いよいよね、告知機能をあの、以前出したものを引っ込めたんですが、それをまた再リリースしたということで話題になっていました。 はい。では、コンテンツ関連行きましょう。はい。コンテンツ関連もね、ホットトピック来ましたよ。えー、スポティファイがですね、まあ、独占配信、オリジナル番組の、えー、コンテンツをまた投入したんですが、今度はね、すごい。えー、一発撮り漫才のポッドキャスト番組、超漫才を独占配信と。これ、あの、YouTube で、 超人気チャンネルになってるあのザ・ファースト・テイクっていうあの本当にプロのアーティストの方が一発撮りするっていう人気動画あるじゃないですか。あれのまあ漫才版ですよね、えー。30分間で本当にもう、えー、お笑いの芸人の方がまあ繰り広げると。で、えー、初回はですね、笑い飯さんかな。笑い飯さんがやられて、この後も下振、えー、明星さんとか え、それからミキさんとかいろんな方が出られるということで、これかなりね、肝入りで作られた番組だと思いますんで、ちょっとこれ、ヒットの予感がしますね。え、スポティファイはあと独占番組また来ましたね。え、声優の奥野香奈さんの新番組が6月3日から始まっています。オーディブルも、あえー、オーディブルが、えー、 オリジナル番組、番組っていうかオリジナル作品ですね。オーディオブックの作品を提供していますが、えー、今回はですね、なんと村上春樹作品ですね。あの、一時期あの、電子書籍化さえもされていなかった世界的有名作家の村上春樹作品。それがですね、えー、藤木直人さん、直人さんらの、えー、豪華俳優陣さんたちの朗読でオーディオブック化されるということで、これもね、ファンの方は大注目ですよね。 それから法人向けのポッドキャストが、えー、にわかに活況です。スマート HR という総務向けのサービスがあるんですが、そこが公式の番組を開始したと。ただやっぱりスポンサーで、そういう暮らし、えー、心地よさということを語る、まあ、コンセプトとしては番組としてはそういうなんかこう、いろんな人を狙った番組なんですけども、やっぱり心地よさ、つまり総務の心地よさというところで、なんかね、いい感じの番組になりそうな予感がします。 それから札幌ビール。札幌ビールは特にプラットフォームを決めず独自の配信、自社サイトでオーディオドラマを配信すると。それに基づいた限定ビール、限定缶、黒ライベルの実際のビールも販売するということで、これもね、ちょっと面白い動きで注目です。さあ、来ましたよ。来ましたよ。お待たせしました。皆さん。なるが えー、音なるが、音声アプリの広告マネタイズを実現するアドサーバー SSP の提供を開始と。はい。これ来ましたね。ちょっと別な機会で、これ、あの、独自に一回ちゃんと取り上げたいとは思っていますが、えー、今回ですね、何が私も注目かというと、これ、汎用的なサービスなんですよ。ですから、音声アプリ、 であれば、多分どのアプリも使えるサービスになっているはずなんですね。え、オーディオアドマネージャーというものを提供して、そこにアドサーバー、広告を配信する仕組みと、あと広告と広告主のこのマネジメントをする仕組みと、え、統合したアドマネージャーというのをリリースして、ま、それを要はアプリ側で組み込めば、え、多分、インストリーム広告とかが出せちゃうんですよね。 いやー、だからこれ本当ラジオトークとか、えー、スタンド FM とかで、ね、ついに広告が流れる未来をね、ちょっと予感させるんですよね。僕のね、解釈が合ってればね。一応、公式サイトももう立ち上がってはいるんですが、公式プレスリリース以上の情報は出ていなくて、資料ダウンロードみたいな感じにはなっています。なので、えー、これをもう少し紐解きたいという方は、えー、トナなるさんの、えー、おなるさんの公式サイトに行って、 で、公式サイトの下の方に実はもうすでに音声広告ソリューションと、もうすでに提供している広告、音声広告のリストがあるんですよ。例えば、ラジコへの広告出をスポティファイへの広告出稿っていうのがあるんですね。つまり、これにないものが多分提供されると思うんですよね。もう YouTube の音声広告とか、あとは、えっ、ー、と、ポッドキャスト た、えー、ポッドキャスト番組に音声広告を配信とかもありますし、えー、あとアベマとかティーバーとかにも配信するとかいうのもありますし、だから多分これ以外のって考えると、本当にその広告サーバーねだから YouTube でほら、冒頭に自動的に広告が差し込まれたり、あと途中で勝手に5秒とか強制的に流れる広告とかもあったりするじゃないですか。多分あんな感じに、 強制的に音声番組の中に音声広告が差し込まれる。で、それが、えー、ちゃんと登録すればいろんなアプリで多分実装できるんじゃないかと僕は見ています。なので、これ追加情報とか補足情報をもし持ってる人いたらぜひコメント欄やメーションなどで教えていただけると嬉しいです。で最後、著作権その他です。 今週は特に著作権周りとかデータ周りとか、えー、興味深いトピックはそんなになかったんですが、えー、音声配信、ポッドキャストなどの取材記事が結構目につきましたね。えー、東スポウェブで え、ボイシーさんが取材されていたり、あとは、ポッドキャスト関連で日本放送の社長さんが取材されていたり、あとは BBC、イギリスの放送ですね。イギリスの放送が、えー、テレビ、ラジオ含め、まあ、デジタル化に本格的に移行するという話が出ていたり、などなど、というところが、まあ、興味深かったです。はい。というわけで、いやー、だから、ついに今年ね、 音声広告配信元年になるんですかね。まあ、とはいえ、YouTube でさえも1再生0.1円という広告相場ですから、まあ皆さんもその、で音、映像よりも多分広告単価が高くなるってことは多分ないと思うんですよね。ですから、まあ皆さんもとりあえず自分の再生回数かける0.1円とかでシミュレートするとなんとなくのこう、まあ、期待感というのも計算できるんではないでしょうか。でもまあ、それを、それにね、 胸を高まらせつつ、実際のアプリがどう変わっていくか。まあ、ね、リリースされるまでちょっとワクワクしながら待ちましょう。いやー、ついに来るんですかね。そう。で、来る時にはぜひね、僕の番組もこれ、意図的にこのジングル途中に入れてますけど、あの、自動で入るならちゃんとこのジングルを自動認識して、ここに差し込んでくれると <laughs> 嬉しいな、というのは思いますが、一体どうなるんでしょうか。 この番組では、音声配信に限らず、クリエイターやインフルエンサーに役立つ情報を毎日配信しています。ラジオトークやスタンド FM の方でしたら、レター機能、それから、ポッドキャストをお聞き、ポッドキャストをお聞きの方でしたら、ツイッターの DM やメンションなど、そして YouTube やインスタの方でしたらコメントなどで、ぜひご意見、感想をいただけると嬉しいです。リクエストなどもお待ちしています。今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。それでは皆さん、いってらっしゃい。